どうもチーム軍艦のです。ご視聴ありがとうございます。現在土曜日のお昼なんですけども、まだねちょっと風邪気味で聞こえづらかったらすいません。急にね寒くなりましたから、皆さんね体調管理の方はお気をつけください。選手の方が追加されました。糸井さんですね。まずはライトの糸井さん、能力がねすごく高いですね。ラインドライブでミートが80の A、 パワーが70の B、 ソウルが75の B で、守備がねちょっと低いかもしれませんが、型は A ということで本当ね強いと思います。はい、シリーズ1とほとんどね、変わってないと思うんですけども、来年のね、能力がちょっと不安なとこがあるんですけども、糸井さんね、リアタイでも使いやすいですし、ぜひともね、獲得したいですね。やっぱね、本当素晴らしい選手ですから、もっともっとね、頑張ってほしいですね。はい、お次はね、まさかの覚醒での登場になりました、高橋投手。はい、びっくりでしたね。ローテーションチャレンジャー。ちょっと発音がね、ちょっとわかんないんですけども、はい、ワンチャンね、藤波さんもあるのかなと思ったんですけども、高橋投手でしたね。はい、球威が76の B、 制球が70の B、 スタミナが74の B ということで、球威型なんですけども、称号で球威スタミナ型になります。僕にとってはねとてもありがたいですね。はい、そして変化球はねちょっと面白くて、下方向っていうんですかね、ツーシームになってまして、大野さんもこんな感じでしたかね。はい、ぜひともね使ってみたいですね。まあリアタイではどこまで通用するのかちょっとわかんないんですけども、高橋投手ね、通常の S ランクでも登場すると思いますし、阪神純正以外の方でもね、A ランクは取っといて損はないのかなと思います。何よりもね、いずれ阪神のエースになると思いますからね、能力アップもね、エースの時に期待できますから、ぜひともね、高橋投手獲得してみてください。はい、そしてですね、以前の動画でも言ったんですけども、選手寮の方にね、A ランクの高橋さん結構いるんですよね。6人ぐらいいた気がするんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9 人やったわ。イベントはそこまで走らなくていいので助かっています。称号用もね足りてるんですけども、 A ランクのね高橋さんもっと欲しいので、はい、あとはですね累計の方で S ランク契約書もらえるんですけども、まあ、こちらがねまだ獲得できていませんので、どこだこれか、はい、まだね獲得できてないので、これを獲得して、契約書開封して、高橋さんを狙って、そして動画の方をアップしたいと思いますので、現在土曜日のお昼なんですけども、まあ、多分月曜とかにはね S ランク契約書獲得できてると思いますので、はい、それでね、動画の方をアップしたいなと思っております。はい、ということでね、月曜日になりました。累計ね、いただいてきたんで、契約書の方を開封していきたいんですけども、もちろん狙いは高橋選手でございます。まあ、S ランクもね、誰が出るか分かんないですけども、高橋選手来てくれたらもう最高ということで、ちょっと S ランク契約書開封する前に、ちょっとね、A ランクの方を開封させてもらってもいいでしょうか。申し訳ないですけども。はい、2つあるんで、高橋選手1人でも来てくれた勝ち組。では、行きましょう。さあ、高橋さん来てくださいよ。お願いします。スキップしましょう。1人目。おう、鈴木さん。2人目、誰が来る？坂本さん、DNA。また DNA。はい、ありがとうございます。いきます。受け取ります。高橋さん、お願いします。これは、見ます。さあさあさあ、頼むよ。誰が来るかな？さあ、割れへんけど、あ、割れたわ。はい、よっしゃー、やったー、マジか。ここで運使ってしまったけど、ナイスー、ラッキーラッキー。これありがたい、 A ランクが節約できるわ。はい、ってことでね、高橋さんゲットできました。よかったー。いやー、これ嬉しいな。ラッキーラッキー。久々に自チーム引いた気がします。うん、はい、というわけでラッキーなことに高橋選手でした。ありがとうございます。はい、ということでね、また土曜日のお昼に戻ってきました。はい、ライトがね追加されまして、やはり注目されているのはこのカープの鈴木誠也さんとかですかね。能力がねえぐいことになってますけども、あとはオリックスの、
吉田さんなんですね。ライトなんですね。ずっとレフトやと思ってたんですけども、最近はライトもね、守ってはるんですかね。ちょっとね、勉強不足で知らなくて申し訳ないんですけども。はい、そしてね、糸井さんなんですが、はい、先ほども言いましたがね、能力がすごく高いです。ぜひともね、獲得したいんですけども、現在土曜日のお昼、試合前なんですけども、成績が2割7分9厘、ホームランが2本、打点が25、盗塁が2ということで、まあ、成績だけ見ると、糸井さんとは思えないというか、はい、もしかしたらね、この動画がアップされてる頃には、ホームランも盗塁もね、増えてるかもしれませんけども、はい、ホームランが2本、盗塁が2っていうのがね、少しね、信じられないというか、はい、膝の調子がね、ちょっと悪いと聞きましたし、まあ、あまり言いたくはないんですけども、年齢的なものも、もしかしたらね、あるのかなと思います。やっぱりね、元気な糸井さんを見たいっていうのがありますから、はい、ぜひともね、頑張ってもらいたいっていう気持ちと、あとはね、高山さんとか中谷さんとか、まあ今はいないんですけども、陽川さんとかね、若手の方が、レギュラーをね、奪ってほしいっていう気持ちもあります。とりあえずね、来年の糸井さんの能力がどうなるのか、少しね、不安です。はい、これでね、最後なんですけども、スピちゃんでいいんですかね、スピちゃんでもらえる大山さん、はい、パワーがね、上がってますね。パワーが79の B ということで、称号で、パワー A になるということなので、とてもね、素晴らしいと思います。まあね、特殊能力がね、もう少し強かったらね、良かったなって思いはあるんですけども、それでもね、はい、パワーが A になるっていうことで、とてもね、嬉しいですね。はい、スピちゃんですか？はい、で、もらえるということで、まあ僕はね、もらえないですけども、もらえる方ね、とても羨ましいです。このね、写真もかっこいいですし。はい、大山選手ね、やはり阪神の生え抜きで、今ね、ホームランを争ってるということで、もうそれだけでもね、もう僕からしたら、もう嬉しすぎて、はい、もう夢のようなんですけども、はい、ぜひともね、ホームランを獲得ね、してもらいたいので、もっともっとね、頑張ってもらいたいなと思います。はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います。このチャンネルは阪神純粋で歯を無課金で目指しております。リーグ横断の成長を動画にしておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。フレンドも募集しております。ぜひね、コメントください。お疲れ様です。ありがとうございました。バイバイ。